どうも、レウンゲーム TV です。今回はスプラ3で今年初のフェスということで、フェス中だけの小ネタや今回からの新要素を集めてみました。フェス期間中の広場にある投票所、2023年初めての今回のフェスからはこのモニターの仕様が変化しています。フェス中に10倍マッチや100倍マッチで勝利した後に投票所のモニターをしばらく見ていると、10倍マッチ以上で勝利した時だけチームの名前が表示されるという専用演出が、さらに100倍マッチや333倍マッチで勝つとおみこしに乗るというボタンが出現し、このボタンを押しておみこしに乗りたい場所を選ぶと、このようにチーム全員でおみこしに乗って記念撮影ができる新機能を使うことができる。神機能すぎる。またポーズを自由に変えて撮影したり、フィルターや角度を変えて撮影したり、後ろの3連合のメンバーを変えて撮影したりと、自由に記念撮影を楽しむことができるようです。最高すぎる。フェス中にバンカラ街の路地の裏に行くと、夜しか見られない様々な店が営業していますが、店番をしているクラゲの投票しているチームをよく見ると、よく見ると団子を売っている店のクラゲはちゃんと甘い派になっており、まんじゅうを売っている店にいるクラゲもやはり甘い派になっている。ここの唐辛子やフルーツを置いている店は甘い派と辛い派になっている。また道具屋さんのクラゲは花火を売っているからなのか辛い派になっている。ちなみに前回のポケモンフェスの時も汁物を売っている店のクラゲが水派になっていたり、揚げ物を売っている店のクラゲが炎派になっていました。第1回の無人島フェスでも道具屋さんのクラゲがちゃんと道具派になっていたり、食べ物を売っている店のクラゲが食料派になっていたりと、フェスごとにクラゲ天使たちのチームも細かく変化しているようです。細かすぎる。フェス開催中のバンカラ街のロビー、このロビーの窓を見上げると、フェス開催中だけロビーから満月がきれいに見える演出になっており、またガチャガチャの周りの飾りもフェス仕様になっており、よく見るといつもはガチャガチャの玉だけ置いてある場所にホラ貝が落ちていたり、旗にはよく見るとフェスと書かれていたりと、フェス中だけの細かい変化がいろいろあるようです。ヒーローモードをプレイする前のバンカラ街ではマンホールから当たり目が顔を出していますが、ヒーローモードの序盤をクリアすると当たり目は二度と顔を出さなくなってしまいます。ではヒーローモードを一度もプレイせずにフェスに参加し、この当たり目を見に行くとどうなるのか。音楽に合わせて揺れてめっちゃノリノリになってる。よく見ると手元でもリズムを刻んでおり、当たり目もフェスを満喫しているようです。まさかヒーローモードを遊ばずにフェスをした時のレアな演出があったとは。細かすぎる。
が開催される前の約1週間で行われる予備祭。この予備祭の期間中のバンカラ内ではいつも町の3カ所で神輿の準備が行われています。しかし視聴者さんからの情報によると、今回の予備祭だけ異変が起こっていたようなのです。いただいた画像を確認してみると、なんとなぜか今回の予備祭だけ3つのうちの1つの神輿が完全に消滅している。12月の大型アップデでフェス中に神輿に乗れる変更を加えたときに、任天堂さんがうっかり間違えて神輿を消してしまったのでしょうか。ただフェスが始まると何事もなかったかのように3人とも神輿に乗っているので、特にフェスに支障はないようです。フェスの真っ最中にイカッチャに入店して、すぐに店を出ると、フェスが終わった。ビッグランの時も同じ現象が起こりましたが、イカッチャに一度入るとローカル通信になるため、フェスが終わってしまうという不思議なことが起こるようです。以上、フェス中にしか見れない小ネタ集でした。